What's up, everybody? 凌介です。ということで今夫婦でアメリカ横断中と。いう中で、やっぱりね、アメリカといえばの食べ物いろいろ紹介しようと思うんやけど、今までね、ちょっとずっとアメリカ中見てきて、特にハワイとかも行ってきて、見たことはあるんやけど行ったことなかったこのお店、I hope、視聴人もんやないから全く何があるか知らんし、何が美味しいかも全然分かってないんで、こんだけアメリカ横断しとったらもう死ぬほど目についたんで、俺を食べてくれっていう声が聞こえたよね、アイホップから。笑ってるやろ、アイホップ。ということで早速アイホップ行ってみたいと思います。じゃあレッツゴWater? Water? Yes. Thank you. Precious. めっちゃ綺麗じゃない？ムー。こんな綺麗なのどこの店舗行っても。ケイちゃんのチャンネルでもね。なぜかダラスで。あ、そうなんや。あのダラスでもったいない。時間なかった。てかマジで日本の最近めっちゃ改装っていうか。すごい綺麗になってるファミレスみたいな感じやな、うん、ガストとかさ、そうプレミアムガストみたいな、充電できるようになったりとかしてるやん、めっちゃ綺麗なんやけど、なんかいい意味でもアメリカっぽくないっていうか、うん、なんかこんな綺麗な、アメリカといえばちょっと古びたダイナー的な要素がめっちゃ強いもんね。あ、出たビッグファースト。これアイホップってさ何が有名なの？アイホップは、うん、アイホップの略、うん、アイホップの略調べてみて、私アイホップ、私アイホップ、びっくりした。すごーい、チキン、うわブレックファースト、すごい、何これ、いろいろあるよな、エッグベネディクトとか、こんな落ちてたってないの、ワールドフェイマスパンケーキ、サイホップはパンケーキの店なんだ、そうやな、パンケーキが有名なんやね、メイクイットグリルドコンボとかもある、アメリカのメニューやな。え、出た、ワッフル、フレンチトースト、見てワッフルも、これチキンワッフルみたいなのがあって、ワッフルとチキンみたいな、なんかアメリカでよくあるよね、コンセプト。そう、チキンある。チキンバーガーみたいなのもあるもんね。うわ、出たー。これもね、結構有名なよね。このオムレツ、見て、激烈オムレツ。これがね、コロラドオムレツっていう。ビーフ入ってるステーキ。そう、ザ・アメリカンなオムレツらしいよ。あと、バーガーとかもある。ほら、普通にバーガーとか。うわ、美味しそう。55歳以上のメニューほんとや、なんで55歳なんやろ。デニーズもあるよね、シニアメニューみたいな。あ、出た、これがっつりメインだ、鮭とかフライ、そしてじゃあティーボンステーキ、やっぱりちょっとメニュー感は似てるな、デニーズと似てる感じがする、うん、で、あと飲み物っていう感じ。 Thank you。どうしよっか、やっぱパンケーキ頼んだ方がいいな、シェアするコロラドとパンケーキ、サウスウェストチキンっていうのもある。本当アメリカってブレックファーストっておすすめされて、絶対ブレックファーストで食べるもんじゃないやろっていうのが名物よね。え、だってこのオムレツさ、サーブウィズチョイスオブスリーバターミルクパンケーキス、ハッシュブラウン、バタートースト、危ない、
やばい、パンケーキもついてくれんやこれ。え、それシェアでよくない？それシェアでいいな。一人やったらこんなん挑戦できんからいいな。やっぱりアメリカンのサイズなんで、デニーズとかと一緒でメイン頼むとなんかフレンチトーストとかパンケーキとかがついてくるよね。フレーバーがプラス料金で選べて、バターミルクオリジナル以外やったらプラス2ドル、ニューヨークチーズケーキ。単品で頼んでもでも12ドルぐらいするのにな。いやスモールなのかな。朝からちょっとパンチ強いですね、さすがアメリカ。だってブレックファーストコンボも俺がデニーズで食べたティーボーンステーキ&エッグと同じメニューはな、このティーボーンステーキとエッグみたいなコンボですらパンケーキとかついてくるからな。What you guys would like today? Hi, can I have... This one is the Colorado omelette, right? That's the big steak omelette. Ah, this one, big steak omelette. Yeah, this one. Ah, okay, so one big steak omelette. Mm-hmm. And with the pancakes. Okay. And the flavor is... So add New York cheesecake, please. For that, this side? Yeah. Okay. Yeah, on the side. Yes. You want to do a big steak omelet with New York cheesecake pancakes? Yeah, that's there right. We go. How big is the pancakes? Like, it's pretty big. Oh, really? Yeah, it's like... The same size of this? Yeah. Really? Okay. Oh, yeah. Okay. They're pretty big. Yeah, I know that. Yeah, we're just wondering, we're going to share? You can split it, for sure. Yeah, definitely. Mm-hmm. Yeah, okay. We're going to share. Anything else you guys need? No, that's okay. That's all. Perfect. Thank you. No problem, guys. めちゃくちゃ店員いい人。でもなんか結構スパニッシュのあれが聞こえるね。うん。結構スペインメキシコ移民の人が多いのかもしれない。でもそんなにここメキシコ寄りやったっけな。そんなことないけど。いいよね。でも結構人種が様々。白人の人も多いし、ちょっとメキシカンっぽい人もいるし。黒人の方もいたし、今日はなぜかお互いバケットリストの服じゃないって。あるよ。あ、パーカーもね、これ出るんで。発売なんやろ。ちょっと動画出てる時には多分発売してると思うけど、新しいね、このジップパーカーも出たんよね。めっちゃこれは気合い入れて作った。すっごいいい生地。何回も作り直して。あとなんかいろんなね、キャップの新しいやつとか、あとセットアップとかね、新しい新品も、新作も結構出てるんで、ぜひ、概要欄見てるし、あとロンティーも出てるんで、アイホップのなんか歴史がどうとかって言われて、アイホップの略が、最初、パンケーキで売り出した店やって、インターナショナルハウスオブパンケーキ、あ、そういうことか、アイホップ、じゃあ、本当にパンケーキの店みたいな感じじゃないや。1970年代なんや。あ、ちょっとこれヒップホップの歴史だった。アイホップの歴史じゃなかった。There's an extra plate of kiss on the bottom. Yeah, okay. All right. Thank you. Anything else? You okay? Yeah, perfect. All right. やばい道なんやけど。すっごい。見て。これ、じゃーん。これ何やったっけ？ステーキオムレツと、ケイちゃんのですね。ステーキオムレツと、うわー、もっと巻いてる？ニューヨークチーズパンケーキ？ニューヨークチーズケーキパンケーキ。これがセットよ。朝食のセット。ちょっと美味しそう。普通に。なんか久しぶりに普通に美味しそう。美味しそうな匂い。な、匂いもすごいいい匂いする。写真と大きな違いはない。いいことじゃん。うん、あとなんかソースがついてるよ、これサルサかな。うん、あ、サルサや。サルサって書いてあった。ウィズサルサ、辛いだ。あ、タコスの匂いがする。あ、辛いかな。失敗系や。ケイちゃんはパンケーキ好きなのでパンケーキを試食に。これはステーキを食べたいのでステーキ。うわ、見て、肉しい。この肉と、あ、うわふかふかパンケーキ。なんかすっごいな、赤い。すごい。ケイちゃんの好きなトッピングってことで。大好き。いただきます。出たアメリカのパンケーキのピリ自体はちょっと甘じょっぱい。出た、塩辛いやつ。甘さ足りる。それつけるやん。いくよ。うん、
うわ、この瞬間幸せ。本当に甘くないんやな。いや、うん、うまっとるな。あ、中はシンプルオムレツなんやな。何も入ってない。玉ねぎぐらいかな。で、上にチェダーチーズみたいなチーズが大量に入ってて、もう卵焼きみたいに巻いてあるな。確かに、うん、日本の厚焼き卵っぽいな。朝食のうちらがイメージしてるプルプルオムレツではない。いただきます、うん、うんうん、お肉がソーセージっぽい感じ。なんかあのハンバーガーの中に入ってるバンズの感じ。そうなんや。バンズ、あ、パテか、パテ、パテの感じやな。ちょっと油ギッシュな感じがして、いつものアメリカのアメリカンのステーキかっていうとそんな感じでもない。どう、つけたら。おいしい、完成した。うん、激太。うん、巻いてる。いやすごい、おいしい。チーズケーキ感はないかも。おいしい、おいしい。アメリカのファミレスパンケーキランキング何位？2位。うん、わかるよ。やっぱ2位はデニーズなんや。私はのシンプルなバターミルクパンケーキが好き。もちもち感がもうたまらん。うん、確かにデニーズの方がなんかいくらでも食える。なんかそう、不思議。一人で俺ステーキとパンケーキ全部食ったもんな。やば、うん、バルブ、うん、全然軽い、うん、でも多分俺一人で食えるけどな、量的には。いただきます。アイホップ、なるほど。うん、あ、塩辛いね。塩辛い、そう。うん、うん、でもふかふかで美味しい、うん、普通にうまい、うん、で結構このパンケーキがやっぱり名物やから、オプションでいろんなものをこうアッと追加することができるんやけど、パンケーキ全部乗せみたいなものがあって、こんな感じになるよね。どうやって何を全部乗せんの？全部、オプションで。食べる、うん、え、気づいた？え、中にハッシュが入ってること。うー、あれ、そっから全然変わってる。あれ、待って、そっから変わってる。あれ、最初卵だけやったのが、見て、ほら、卵のここからハッシュに変わってる。出た、アメリカンですな。すごい、これすごい。これにサルサも、サルサが全然辛くない、美味しい。うわうわうわ、中全部入れた。うぅぅぅ、これハッシュも入った。うん、いただきます。うんうん、もりもりやな。美味しいね、やっぱ普通にうまい、普通にうまい。オムレツよくあるアメリカの油ディッシュで食べにくいとかはそんなになくて、全然食べやすいし、ボリュームもあって、うわ、すんごい卵。うん、盛りだくさん、いろんな味がする。マッシュルームもいい感じで旨味が出てる。ステーキも美味しい。これシェア前提なんやろ、うん、なんか店員さんにシェアでも大丈夫って聞いたら、もちろんみたいな、でっかいからねみたいな、シェアどっけだよみたいな。2つこれも皿も来てシェアしてねみたいな。これを食いながらこっち食うとまた美味しい、うん、永遠ルーツ。これがアメリカのやばいやばいルーティンかもしれない。余裕で、でもこれパンケーキも入れた2000キロカロリーは優に超えてくる感じ。よく見たらこれチーズもだいぶかかってるもん。チェダーが、チェダーだいぶかかっております。うん、アメリカの朝食は面白いな。ファミレスは面白い。総合的にね、100% 日本の方が繊細で美味しい。だけどアメリカはアメリカでこうダイナミックな感じで、大味がまたね、なんか癖になるというか。あ、忘れてた。うっ、うわ、ケチャップ、完全にアメリカンの料理になった。ケチャップで、
うわースーパーアメリカ。おー、なんかトマトのフレッシュさがこのギトギト感をなくしてくれる。うまいよね、肉肉しい。この牛パテみたいな、すごい色。体に悪そうな色やね。やばい。さすがにずっと飽き。オムレツ挟んだことで、うん、よりいける。悪魔のルーティンやね、うん、なんかより美味しく感じるよね、オムレツ挟んだ。このオムレツは本当に普通にうまい。美味しいよ。ちなみに T ボーンステーキエッグのブレックファーストメニューで18ドルやったから2600円とか700円ぐらい、税金とかなしでね、チップもなしで入れると3000円超える。このメニューで税金チップなしで15ドルなんで2200円、ここから税金とチップかかるんで、まあ、3000円ぐらい。今の円安とこの物価高で考えると本当にだいたいランチとかは1人2500円から3000円ぐらいは絶対かかるよ。朝食も2000円から3000円ぐらいは普通にかかるのが結構当たり前かも。他にもね、なんか行きたいとこあって、オリーブガーデンっていうアメリカでは珍しい、日本でいうサイゼリアみたいなイタリアンのファミレスみたいなのがあるんやけど、パスタよ。例えば日本とかやったらもう500円とか600円とか700円で売ってる。それも信じられんけど、ファミレスのパスタみたいので20ドルするからな。お互い片方のメニューに飽きたら片方のメニューをつまみ食いするという。よく食えるね。これ挟んだら食べれるもん。想像以上に塩辛い。もう卵一体何個使ったのかな、相当使ってるよ、ほんとハンバーガーの淡白なやつみたいな、ゴロゴロ入ってる。お客さんめっちゃ多いな。土曜日やからか、団体さん12人でさ、ご飯を食べてる。アメリカあるあるじゃん、なんかよくあるよな、何時アイホップ集合みたいな。めっちゃ大人数で朝食食べてるのあるよな。Guys, okay? Yeah, perfect. Beautiful. Yeah. Last pancake. Okay, じゃあもうお腹いっぱいってことで。お腹いっぱいになるよ。すごいよこれ。もう最後の方なんやけど見て。肉がずっと出てくる。本当この肉が病みつきになる。美味しい。淡白で美味しいよね。うん。なんか油ぎっしゅじゃない、うん、まだソーセージとは違う、ステーキハンバーグみたいなやつ、うん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 、ちょっと汚いけど美味しくいただきました。全然食える、うん、シェアで今からステーキでも食えそうな。ほんと、いや、どんどん時間が経つにつれてズンって溜まってくる。確かに、後からね、あんま調子ならほうがいいね、俺の悪い癖。いやでも美味しかった、ヒョップ美味しかった。ゆるりと朝ごはんを食べれました。なんか何しても席がなんかゆったりできて快適やから、ほんと日本のファミレスを思い出す。休憩できた、美味しかったっす。ごちそうさまでした。お会計が来たってことで、よく考えたらこのセットでは15ドルじゃないわ。これニューヨークチーズケーキにオプションしてるから17、メニュー単体でそう、だいたい2500円ぐらい。シェアやからね、アメリカで考えたらめちゃくちゃ安くて、確かに。そこからコーヒーが3ドル、440円、ここ3杯分ぐらいは入ってる。でタックスが2ドルで、チップ入れなくて3200円で、こっからチップを払うのでプラス4ドル、
チップ入れると3800円っていう感じでね、まあこの値段でもタックスとチップで、6ドルぐらい上がるので、まあ、日本円で言うと本当に900円ぐらいは普通の値段から表示の価格の標準の値段から上がってくるみたいな感じなんで、このね母数の単価が高くなればなるほどタックスとチップもグググッと上がっていったりするし、州によってタックス の利率も違う、タックスのねこの割合も違うんで、ね、日本で普通に3800円アソワークしたら相当いいの食える。いやそう考えると本当日本って素晴らしい国なの。まあ、その給料とかが上がらないとか本当いろんな問題があってすごい苦しい部分があるけど、あの値段のクオリティで、あの清潔さで、あの料理の質とかサービスの質を考えたらとんでもないぐらいいい国に住んでるっていうのは、まあ、身に染みるというか、海外に出るとき本当にあの日本の人のホスピタリティとかあればもう海外で絶対ナンバーワンになれるぐらいのサービスで、チップもちゃんとねいただけるぐらい頑張ってる方が多いんで、本当素晴らしいなと思うし、本当3800円でめっちゃいいの食えるよ、うん、それは外国人日本に来たがるよ。まあでもこれはこれで美味しかった、美味しかった。こっちごちそうさまがした。 I hope、 はあ、ぜひ次はねまたデニーズと同じようにティーボンステーキ、エッグとか食べてみたいね。みんなも、まあ、アメリカ来てアイホップ来ることあんまないかもしれないけど、まあ、あるのかな。特にハワイとか行くとね結構中心地にあったりするんで、みんなもぜひパンケーキもしっかりアメリカンなパンケーキ食べれる塩辛い感じのね。すごいよ。え？夜の夕方4時から10時はフリーやって。なんで？キッズフリー。キッズフリー、子供のメニューただ。どっからどこ？4時から10時。みんなは家族連れで来るのが。しかもなんかこんなデコレーションしてくれる。あ、夜。へえ。すごいな。本当だ。すごいね。素敵。まあ夜中10時ちょっと遅いけど、でもいいね。ということで、ぜひアイホップ行ってみてください。じゃあ概要欄に俺たちのアパレルブランドとか概要欄いろいろ見てください。この横断旅も楽しいなと思ったらいいねお願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。 See ya! バイバーイ。